この動画は歯科衛生士専門学校の公衆衛生の授業のサブ動画です。今日は公衆衛生入門2と題して公衆衛生の入り口のお話をします。公衆衛生みんなの健康を考えるとどんなことが見えてくるでしょうか例えば まずは自分が健康になる方法を知りたいなこんな時みんなの健康を考えることに何か意味はあるでしょうかではこんな状況を考えてみてくださいクラスの周りがみんな風邪をひいていたら周りの 全員がくしゃみをしていたらなんだか自分までくしゃみを映ってしまいそうな感じがしませんかこれは極端な話かもしれませんが周りの人が健康でなければ自分も健康ではいられないでしょう同じように考えると 周りの人が健康であるには、周りの人の家族、友人、同僚も含めて、地域の人が健康でなくてはいけません。さらに、地域の人が健康であるには、国内の旅行先、出張先、取引先など、 国内の人も健康でなくてはいけません。つい、国内の人が健康であるには、海外の旅行先、出張先、取引先など、海外の人も健康でなくてはいけません。特に、人類はすでに船、鉄道、 飛行機という多くの人を高速に運ぶ乗り物を手に入れて世界中の人たちの交流が僕たち一人一人の生活を支えていますから一つの病気が世界中に広まるということは十分にあり得そうです。 このように周りに移る性質のある病気を考えると周りの人は不健康なもので自分だけ健康ということはちょっとありえないような感じがしませんかこのような分野を感染症インフェクションスピディディーズ伝染病コミュニケーブルディデーズ 予備、この動画のシリーズの後半で紹介する予定です。また、うつる性質の病気ではなくても、文化や生活習慣が病気のリスク、なりやすさに関係していることがあります。例えば、あるグループは食事のたびに、山盛りのデザートを 注文していますこのようなグループにひとたび招かれればやはり肥満やそれに伴う病気のリスクは高くなりがちでしょうこのように考えると一人を健康にしたい場合でもみんなで健康的な生活を送るということを考えた方が 合理的というケースは決して少なくないでしょう。このような分野を健康づくり、ヘルスプロモーションと呼びます。ヘルスプロモーションについては入門編の後半で紹介する予定です。最後にクイズを用意しました。 時間のある方はチャレンジをお願いしますそれではチャンネル登録と高評価を忘れずにチェックして次の動画をお楽しみください。